それでは、沖縄市民訪米団を支援し辺野古アセスの撤回を求める、院内集会及び記者会見を始めたいと思います。私は、本日、司会を務めます、ジュコン沖縄のための日米市民ネットワークの、野平と申します。よろしくお願いいたします。本日の、共済団体が11ございます。ジュコン沖縄のための日米市民ネットワーク、辺野古への基地建設を許さない実行委員会、沖縄生物多様性市民ネットワーク、日本環境法律家連盟ジェルフ、ジュゴン弁護団、沖縄意見広告運動、許すな憲法改悪市民連絡会、憲法を生かす会、日本自然保護協会、グリーンピースジャパン、WWF ジャパン、以上11団体で本日の、院内集会記者会見を、共催しています。でまず最初に、衆議院の議員 の, 方が、この後すぐ、会議があるということで、まず最初に、ご挨拶をいただきたいと思います。それではまず、照屋監督議員お願いいたします。訪米団の皆さん、お元気でしょうか。山地さん、風邪ひいていませんか。チャーガンジュウヤイビミ、負けずにジャーガンジュウヤイビミ。お集まりの皆さん、テリア監督です。私からは1点だけ申し上げます。昨日の沖縄タイムスを見て、私はぶち込んするぐらい驚きました。皆さん、防衛省が辺野古の環境アセス関連で2009年から2011年まで3年間にわたって34億円とも36億円とも言われる国民の血税を使って、しかもその調査を請け負った会社に防衛省の OB が天下りをしておった。そして受託をした契約の 99% 以上の落札率で請け負っておった。こういうことが分かりました。それは辺野古のアセスが防衛省と受託業者によって慣れ合いで作られた重大な欠陥を有する違法不当なものだということが判明をいたしました。今朝の琉球新報も同じようなことを報じております。訪米団の皆さん、沖縄中が怒りまくっております。わじわじしております。高江もこの
2、3日暴力的な弾圧が続いております。ぜひ沖縄の声を届けるために元気で最後まで頑張って